特別な方法を使って我々の新しい友人はあんな風にコンタクトを取ったのでしょう。彼女からの通信は金星のジャングルから送られてきました。このコロニーはイシュタルコレクティブによって築かれました。彼らはかつて人類のものよりも古い遺跡を研究していたようです。大崩壊で全て失われたと考えられていたものです。何もありません。こんなところまで来て何も状況がわからないなんて最悪です。近くにガーディアンの基地があったようです。この場所について何かわかるかもしれません。リンク完了。スパローにアクセス可能です。ベックスと呼ばれる大マシンの情報がたくさんあります。破壊不可能で無慈悲で非常に高い知性を持っていて、おまけにテレポートまで可能。厄介ですね。ガーディアンはかつて彼らを追跡するセンサーを持っていました。それを復旧させましょう。センサーはこの先にあるはずです。このセンサーは非常に広範囲をカバーできます。このマシンを追跡できるはずです。その座標に向かい、彼女が何を見せたいのか確かめましょう。
ベックスを探知、囲まれているようです。座標が示すのはここですね。一体何でしょう。詳しく調べてみます。実に興味深い。非バリオンストリームの合流点がたどり着く先はどこでしょう。まずい、これはまずい。ベックスです。隠れましょう。
これは何でしょう。彼らのものでしょうか。壊れてない解析可能なものはあります。お見事ね。お出ましたな。あまり時間がない。お前は誰だ。なぜ我々の監視を。説明する時間も理由を話してる時間もないの。ええええ、分かってる。一体何を。気にするな小さき光よ。私はゴーストです。多くのガーディアンが倒れた。強き者たちが。でもあなたはここにたどり着いた。ええ、聞こえてる。彼らはここに。私と一緒よ。彼女は誰と話を。分かったわ。私の力が必要よ。だからここに連れてきたのか。彼らが我々を連れてきたのよ、ベックス。邪悪さえ忌み嫌う真の邪悪。ガーディアンではないのですね。そうよ。光の中で生まれてはいない。でも私たちのたどる道が交われば必ず突破口が開ける。ブラックガーデンのことは知ってる。伝説は知っています。私たちの大いなる脅威は全てそこ、この機械たちが生まれた場所にあるわ。ブラックガーデンを見つけ、中枢を破壊して、トラベラーが力を取り戻すために。じゃあ手伝ってくれるのか。私には私の道がある。ブラックガーデンを見つけるにはまずアボ君に会う必要があります。ええ、そうね、小さき光よ。彼らは光と暗黒の間をさまよっている。だけどいずれかの側につくべきだわ。たとえそれが間違っているとしても。すぐに戻る。カズは持ちこたえてエンジンを切って発見されないように。